ケイジです。今日は、母ちゃんと、出会った場所、出会った場所にちょっと行きたいと思います。子供たちも知らないということで行きます。場所はうなぎなり。店はあんまり言えないんですけども、こっちが店の店員でお客さんということで、お客さん対店員がずっとこう話、どこみたいな店員とお客さんがずっと会話してて、一緒になって、それでお家に来るかということで来て、それから返さなかったって骨折してお見舞いにしたの。そうなんですね。骨折したんで、バイク乗ってて、その時で骨折して、でお見舞いに来てくれた、で来てくれて、家に来てくれて、そのまま介護をしてくれたというのが今の母ちゃんになりました母ちゃんになりましたって母ちゃんになりました。妻となりました。ここわあ、懐かしいわ。そこの近くに中華料理があって、今あ、お前ローソンない。わあ、ローソンもないわ。わあ、そう、ここあ、懐かしい。ここすごいおしゃれやったんですよ。それで、あの扉、あの向こうにある扉は僕が作ったんですね。これ僕が作ったんですよ。前なかったんですよ。なかった作って、あ、2階になってますね。今服屋さんなんて入ってる。そう昔はここは、結構おしゃれな店やった、ここ服。ここのテラスでいろいろ飲んだりとか休憩してた記憶があります。開けんちゃう。でここはもともと扉じゃなくて、ここにも入り口を作りたいっていうオーナーに言うたら、こう作ってくれたんですよ。それがここの扉です。で入り口は向こう、ここを曲がった、ここが入り口だ。ここ店したイベントスペースのここが入り口でした。で2階もあったんですけども、イベントスペースを貸してる店をしてました。全然違うわ。入り口からこの横なんですけども、これ僕が作ったんですね。もう20代前半の時に、僕その時ね、カッティングシートもちょっとやってまして、これ僕が作りました。懐かしい。ここね、シンシンっていう中華料理やったんですよ。今でもその、お友達でいてます。働いてる方友達出てます。その時はお笑いの漫才師やってまして、それだけでは食べていけないっていうことでバイトしてたのが、ここっていうことなんですけども、でもね、子供とここにいてるっていうのが不思議、めっちゃ不思議やで。フラッシュバックしたみたいな感じや。またありがとう、また来ます。